はい、今日もお化粧していきます。基本引きこもりということで、引きこもりの日の化粧です。ファンデーションまで済ませました。はい、そしたら引きこもりといっても、口紅とか眉毛ぐらいは描きたいなと思ったので、はい、じゃーん、フーミーの血色ピンクリップスティック、こちらつけます。こちらね、直塗りだと結構色が出る。いつもだったら下地として血色ピンクの、マットリップクレヨンつけちゃってるんですけど、これを直だったら結構そんなにマットな感じでもなくて、程よい柔らかさと色が出るんです。はい、はい、口紅終わりました。そしたら眉毛なんですけど、そう、先日ドンキホーテブラブラしてたんですよ。そしたらじゃーん、資生堂のなんか昔から使われてるみたいなことが書いてあって、これです。140円ぐらいだったかな。色はダークブラウンって書いてあるんですけど、一回使ってみたんですけど、ダークブラウンというかアッシュ、色味が明るめの色だったんですよ。でしかもなんか歴史のあるペンシルらしくて、はい、じゃあちょっとペンシルで今日は眉毛描いてみようと思います。頑張ります。私としたことが意識すると苦戦します。やっぱりこのペンシルっていうのは描かなきゃならないっていう、まあ、絵と一緒なんですけどね、まあ、ここまでなんとか描いたので、あとは眉マスカラをつけます。そしたらわかるかな、少しこの色に似てるから、これはユアグラムのゴールドブラウンだ。ゴールドブラウンなんですけど、これをちょっとつけます。そんなに失敗じゃないと思うんですけど、失敗ではないと思います、はい、明るい色でしょう今日は外に出ないっていうことにして、
はい、アイシャドウはセザンヌトーンアップアイシャドウ01番ナチュラルブラウン。こういう時はブラウンが一番です。はい、ではつけていきます。はい、明るい色。トーンアップした。そしたら次にこの真ん中の色、そしたら次にこの締め色を使って目元を締めます。目元が生き返った。そんなに、まあ、お出かけしないということで、今日はこのヒロインメイクの、眉毛マスカラだけつけます。マスカラ下地とかもつけてないです。マスカラ下地とかついてないから、あんまりこうマスカラもつきづらいんですよ。まつげが短いから少ないし、まあ、こんな感じです。久しぶりに黒の、インライン、はい。はい、で、まあ家にいる日はお化粧をしない方の方が多いのかな、わかんないけど、私は自分がそうだな、例えば調子が悪くてどうしても風邪とか例えばひいちゃって具合悪い時はお化粧はしないけど、今日はもうどこにも出かけないわって思った日でも、お化粧は簡単にでもする方です。なんか自分のノーメイクの顔見たらがっかりするからって思っちゃう。頬紅につけます。そしたらセザンヌナチュラルチーク N01 番、久々登場このハケハケっていうのかな、このブラシ、ブラシでつけます。つけすぎ、もう全然調子悪いな、やっぱり特設スタジオにしてからちょっとね段取りが悪くなって、なんか使い勝手が悪くなっちゃってこういう時はハンドプッシュだ。なんとか治った。はい、そしたら今日はもうハイライトとかもつけないかなと思ったけど、やっぱつける。じゃあセザンヌパールグローハイライト03番。ここだけでも違う、だな。あとは、はい、なんとなくキラキラつけたくなったので、キャンメイクジュエリーシャドーベール02番の細かい方を今日はまぶたにつけます。黒目の上だけにね。
で、あんまり抑える必要もないかもしれないんですけど、いつものこのユアグラムのマブルフェイスパウダーをつけておきます。はい、ということで今日のメイクは終了。これ下ろしてみます。でん、カームチャンネル。ちょっとね、前髪も伸びすぎちゃって、なんかでベビーオイルつけちゃってなんかも本当、はい、こんな感じになりたい。こんな感じになりたいんだが、ちょっと伸ばしておこうかなと思ってます。はい、いつも帽子とかかぶるからね、自然にこっちに癖が少しあるから、流しておけばなんとかなるんですけど、今日帽子かぶってないし、ちょっと一本縛りなんで、こんな感じ。はい、ということで、まあこんな日もあるさということで、ちょっとね、今花粉症もひどいし、まあ、例のあれもあるし、まあ、お家に、たまにはお家でゆっくり過ごそうじゃないかみたいな、たまにじゃないけど、いつも引きこもり。はい、ということで、今日のメイクは、メインがこの風味の口紅と、この昔からあると言われている、書いてありました、この資生堂のアイブロウペンシルですね。140円ぐらい。これはダークブラウンですが、ダークブラウンっていう感じでもないよ、なんかアッシュみたいな、な感じで、まあ、ちょっとまたこれでまたラインを描くのも大変かもしれないけど、頑張って練習していこうと思います。引きこもりということで、今日のメイクはこれで終わります。はい、何かのお役に立ちましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。あ、一応マイクついてんですよこれ。私声低いからどうしてもね、なんか拾わないんですけど、ボリューム上げてみてください。よろしくお願いします。すいません。はい、はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ペンシルの眉毛もなかなか難しい。久しぶりだから。はい、それではまたねー。